よね。この時間でも席を確保するのが大変だもん。隣の席から椅子一つ借りてきたけど、一人お誕生日席になっちゃうね。誰が座る？ここはやっぱりアリサかな。次に誕生日来るのアリサだし。まだ1ヶ月以上先だぞ。絶対嫌だって。それじゃあ私が座りたい。誕生日まだ先だけどいい？もちろん。なんか歌えって。お誕生日席が似合うね。確かに。おたえ、よかったね。で、このフードコートではチョコのスイーツだったよな、リミ。うん、けどいろんなお店があるからみんな好きなもの食べよ。私は絶対チョコレートパフェにする。映画館でポップコーン食べたから甘いものが食べたくなっちゃった。つーか、あのでかいサイズのポップコーン食べてよくまだ食べられるな。全然いけるよね、おたえ。うん、だってアリサ、甘いものは別腹だよ。当然みたいに言うな。おたえは何にするの？クレープとかもあるみたいだよ。そうだな、やっぱりハンバーグかな。はあ？ほら、あそこのお店のハンバーグ定食おいしそうだよ。ほら、向こうの角のお店、ステーキとかの写真あるところ。あのさ、おたえ、いきなり肉？ついさっき甘いものは別腹って言ってたじゃねえか。あ、訂正、甘いものとお肉は別腹。あの山盛りのポップコーン食べてさらに定食かよ。別腹やべえだろ。なるほど、おたえはがっつり食べる系か。どうしようかな。さやちゃんは決まった？実は私、お昼ご飯食べてきてなくてちょっとお腹空いてるんだよね。おたえががっつり行くとなったら私もちょっとがっつりめに行っちゃおうかな。うん、そうしようよ。せっかく来たんだし食べたいもの食べた方がいいよ。それじゃあ私はあそこのパスタにしようかな。ほら、今だったら並んでる人もそんなに多くないし。わあ、いろんな種類があるね。そうよ、頼んだやつ一口ちょうだい。いいよ、一口と言わず何口でも。やったー。外で食べるパスタって本当に美味しく感じない？うちでたまに弟と妹にパスタを作ってあげるんだけど、やっぱりお店の味と全然違うんだよね。茹で方が違うのかな。サーヤの作ったパスタ、私も食べてみたい。いいな、ジュンジュンとサーナンは。サーヤみたいないいお姉ちゃんがいて。ふん、でも怒ると怖いよ。かすみちゃんもアスカちゃんに料理とか作ってあげたりするの？それはするよ。この前はね、ラーメン作ってあげたし。なるほど、袋から出して茹でたんだ。違うって。それだけじゃなくてちゃんとチャーシューも入れたし。あ、茹で卵も入れた。となると卵と麺で2回茹でたのか。うん、それはよくやった。なかなか2回は茹でられねえからな。絶対バカにしてるじゃん、アリさん。かすみ、えらいえらい。アリさんはどうするの？メニュー決まった？私はリミと一緒のものにしようかな。もともとはそういう趣旨だったから少子貫徹って感じ。どうする、リミ？パフェあるし、クレープもあるし、あ、チョコレートケーキもあるって。あれとか美味しそうじゃない？私はステーキ定食にしようかな。急に肉？どうしたリミ？あのね、ハンバーグのお店見てたらすっごい
は夏休み中に世界中のお肉料理が食べられるイベントもやってたの。それも行きたかったんだけど、場所が遠かったから行けなくて。私チョコも好きだけど、お肉も大好きだから、なんかステーキ定食が食べたくなっちゃった。いいじゃん、好きなもの食べちゃおうよ。それじゃあリミリンはステーキ定食で決定ね。アリサちゃんも同じのにする？無理無理無理、そんなに食べれねえし。私はあそこでチョコレートケーキ頼んでくるから。それじゃあ私荷物番してるね。